さて業界がゾワゾワしてます。何が？お伝えしたいことが。まあそうですね。<laughs> はい、受け取っても記事を書いて、はいえー、その後もいろんなところのニュースは流れて、えー、ましたが、いわゆる2年契約の契約解除料のを今だいたい9500円まあ1万円弱ぐらいのを、はい、まあ千円にしましょうみたいな話が。 総務省の中で、はいえー、やりなさいという方向で話が進行中、はい、かつ、まあ、端末の割引は2万円以内にしましょうと、うん、まあ、うん、それはまあまあ、まあ、でもそれも何か細かい規定があって、うん、あの生産終了したやつは安くしてもいいけどそうじゃないやつはダメよみたいな話があったりとかいろいろ細かいんですが、まあ、皆さんそれぞれツッコミどころがあるんですけど、うん、やっぱこの1,000円っていうのはうーんと。 なんだ皆さんが消費者として考えた場合にはやった円台が1,000円たなさん,だなるんだ。みたいな感じなんだけど、はい、今の料金プランが基本的に9,500円を前提にして作られている以上、うん、1,000円になっちゃうとおそらく料金プラン作り直しなのでまた変えなきゃいけなくなるもし変えない場合は他で多分キャリアさんは何かしらの調整を取らなきゃいけなくなるので。うんうん うんなんかサービス面が削られるのかなとかいろいろそういうのがあるのともう一つはこの1,000円を決めたプロセスというか、はい、流れが非常に良くなくて、はい、まあこれはだいぶ報道されましたけど、はい、なんと驚くかが、はい、総務省はですね、うんうん 消費者アンケート大体6,000人ちょっとぐらい、うん、で取ったそうなんですけどだいたい半数の人がまあ乗り換えるつもりはないよって答えたそうなんですけど残り半数のうちのうちの何割かをこう絞り込んでいくと「いくらがいいですか?」って聞くと,まあえとその乗り換えたい人のうちの大体まあえ8割ぐらいが1,000円だったら乗り換えてもいいと。 言ったそうなんですよ。うん、だから、千円だそうなので、ふざけんなってことですよ。<laughs> どこの世、はい、どこの世界に消費者にアンケートを取って。うんうん その政策を決める国がありますか、はい、って話なんですけどユーザーにとってのざわざわ感ってどういうことが直接的にいやだから嬉しいことも多分ね乗り換えやすいっていうのもあると思うんだけど今のアンケートでの話でいうと半分の人は別に乗り換えなくてていいと思っるでいいんです、ね、だけど乗り換える人たちのために自分らの料金上がったら腹立たし思うういうそれは困るよでくで今の基本的に2年契約あるいは2年縛りっていうけど2年契約だからね2年お約束するから安くしますよだったわけですよ。うん うん。でこれ二年二年,年スタートしちゃったばっかりなの。そう,そう。僕は例えば例えば今年のね10月とか12月ぐらいにやった千円のもう僕契約をしたからこれからは千円で乗り換えられるわっていうの。はいはい、ゆきちゃんはそう。6月15日とかに新しく始まっちゃうと、ね、更新者とかで2年後にならないと千円ならないわけですよ、はい。そういうことなんですよね。この整合性どうやって取るのとかですね。そうだよね。うん、<ー>割とね総務省の先生目先のことしか考えてないんで。はい なこれからまだえっと省令要するに法律は決まって、はい、法律の細かいところを省令としてこれから出してくるんだけど、うん、まあそれが出てくるのがこれから順番に出てきますんで、まあ、見ていただいて確かに千円で乗り換えられるのは魅力的な話これはまあ僕もそうだしみ、うんなそうだと思うんだけども、はい、でもその裏側にはちょっといろいろとあれな話なのと総務省がとりあえずまあこうだからこうしちゃえっていうこのなんか 頭がいいんだか悪いんだかわからないような対応をしていることに関しては皆さんちょっと中よく注意して見ていかないと、うんえー、ある日突然「すいませんガソリンはちょっとオイルが足らないので明日からはリッター 全て200円にしますだからそういうことと同じことなのでだから、まあ、まあ表裏があるということをちゃんと理解して裏,、ね、裏の部分も理解した上で、えで、ーまあ、じっくりと見ていった方がいいしおそらくパブリックコメントって皆さんのこうこう言いたいことを、ね、そう意見を総務省に言うチャンスがありますがその時には皆さんを思いのだけはぜひぶつけていただいてです、ね、でも半数は乗り換えなくていいというアンケートもこれもまたすごい話なんですよね。 ですはいす、はい、と思いました。オ、はい、ーリン高い機能ケーしようぜ。今回ご紹介する端末はモトローラーモト G セブンプラス。まずはじめにスペックから紹介していきましょう。 サイズは高さ 157mm 幅 75.3mm 厚さ 8.27mm 重さ 172g ディスプレ六6.24インチフル HD プラス液晶 2270×1080 ドット Android9 搭載 CPUQualCom スナップドラゴン 6361.8GHz オクタコア内蔵メモリー ROM64GBRAM4GBSIM はナノシムデュアルスロ バッテリー 3000mAh アウトカメラは1600万画素と500万画素のデュアルカメラインカメラは1200万画素マイクロ SDXC メモリーカード対応となっておりますさて今回はモトローラーから最新のモト G シリーズをご紹介しますタイプもいろいろそしてデザイン機能をチェックしてください。 ままずはプラス紹介しすシムフリーで人気のモトローラの「モト G7」というシリーズが発表になりましたのでこちらをご紹介しますが実はあとでお話しますけど今回3つモデルがあるんですけどもその中で主力モデルというか一応一番上のモデルになりますけど最上位モデルの「モト G7 プラス」を今日はご紹介したいと思います。ままずご紹介しすこちら えー、ビバレット、そしてディープインディゴという二色の展開になってます、はいはい。ちょっと実は今回この赤がすごい長々。 てかねかなりいい色なのでちょっと今僕の新聞がついちゃってますが非常に深い色でですねあの大人がモテるシャレ結構洒落た感じの赤でこれはかなりいいかなと思っておりますさてモトローラ元 G シリーズといえば私おかげさまで去年から海外出張旅行などで G6 そうでこれハイ愛用させていただいておりますで元 G7 は今年の新機種ということいいんですよねちなみにえっと元 G6 の えー、プラスをですねちょっと今日持ってきたんですけどこれで並べてみると分かるんですけど<う>画面の広さが上下のベゼルがこう変わったのと、うん、まあ上がティアドロップになったとか、はい、下がもうだから、えー、指紋センサーなんかがちょっと若干こうね変わった処理とかちなみに僕の方は指紋センサーが前面についてるんだけどここについてるんだけどゆき、はいはい、ちゃんの方は指紋センサーは実は表になくて<し>後ろかも見せてださい。はい で後ろ側のこの真ん中の実はこの M のマークのところですが元ラのマークのところが実は指紋センななるほどなるほほどどだいぶデザインは、はい、変わったかなっていう感じで 1>, まあ1年分の進化という感じになりますけれども元ラ、はいえー、のこの、えー、ラインナップに関しては、まあ、番組でもよくご紹介してますけれども、はい、実は。 まあ大きく分けて三つシリーズがありました。本当は四つなんだけど。えっ、ー、と一番上ハイエンド、はい、まあ元 z シリーズあのいわゆる元持つっていうこう背中にガチャっとこうね。あのー。 オプションがつくやつですけども今最新モデルは MOTO z 3プレイというのが出てますがで、えー、とこの Z シリーズのまあ派生と言っていいのかなだからモッズがつかないタイプの、うん、え割とハイエンドのモデルという意味でいうと元 X というのもありますで、えー、これは MOTO X4 というのが今、えー、最新モデルとして出てますと。2> はい、で、まあ、2つ目のクラスが今回このご紹介する元 G シリーズ。はい でこれはまあ一番幅広いユーザー層をカバーする、まあ、いわゆる主力モデル、うん、今回の元 G7 は、えー、G7 の、えー、とパワー、はい、G7G7 プラスの3機種の構成でょあとた後で順番にご紹介しますね、はいはい、その下に元 E シリーズというのも出てますと、はい、でこれは実は最新モデルは元 E5 というのが えー、今のところを売っていてこれは一番リーズナブルな価格帯ということで、はい、シムフリーのエントリーモデルとして販売されて、はい、でもまあ大体そ,の、まあ、そうは言っても、まあ、ある程度スペックが欲しいよねっていうのと、まあ、コ,ストコストもまあまあ 抑えてっった方がいいよねってで一番バランスのいいところってね今まあ今やっぱりこの G7、うん、今回は G7 まあ入れると G6G、うんうん、が割と人気がずっと高いというのがありますね。で実は「すげえ高いみたいなのは実はあまりあのないというのがまあなんかあこれこのスペクトルはこ,う、まあ、これぐらいですよね」っていう感じの割と納得できる感があるのが、まあ、上手なところだと思うんですけれども。ですねそれまた G の中に今回 G7、はい。で3期 機種で従来の元 G6 ですねこれ、うん、これは、えっと、元 G6 プラスですけども従来の元 G6 の時は G6 と G6 プラスと<に> 2>, 2機種、うん 2> まあ、まあ画面のサイズが違うのがありましたけども、はい、今回の G7 に関しては3機種があって、はい、これがゆきちゃんが持ってくるのはプラスですと。プラス次これが G7。G これで見ると、えー、あ,あんま変わんないでしょ変わんないよ。あんま変わんないでしょ、はい、でもね、多分ね、後ろ見せると、ね、みきちゃんがね、はっ,って言うと思います、えー。変わんないよ、表目。ほら。お<う>ホワイトがあるんですよ。本当。珍しい。またでも。 顔変わった感じ、ホワイトになった瞬間に、ね。ホワイトはちょっと、実はあんまり、他にないのと。えー、シムフリーの端末で、ホワイト系って、まあ、なくはないんだけど、このガラス仕上げのホワイト、実はあんまなくて。割と、めっちゃおしゃれじゃないですか。女性の方、これかなー。いいと思う。結局は、ちょっとしましたね。はい、もう一個あるのが、ちょっとこれ、やや、あの。これ、ね、これで見ると、まだわかりにくいんですがまた、ちょっと比べようかな。これ、あんま、ピンとこないんですけど、<れ>あの。うん 少しこういう向きで横向きで見ていただくとわかるんですが、若干ほら僕が持ってるのが少し分厚いでしょ。こにょっとはい。そう元 G7 Power という機種でバッテリーが 5000mAh。うん。やっぱちょっと厚みが。そう少しその分厚みがありますと。G7 Power 5000mAh のバッテリーでだいたい60時間ぐらいの電池持ちがありますと。で G7 まあ標準モデルですね。スタンダードモデルは。 えー、1200万画素のデュアルカメラを搭載していて G7 プラスの方はこれはメインモデルで。はい もう一ランクその上の1600万画素のカメラがデュアルカメラが搭載されているころでまあカメラなんかが主にスペックが少し違うのかなっていうところだと思いますけれども今回 G7 は三機種ということでなんでここの G だけまた三機種というなるほどあの G はやっぱりさっき言ったように一番主力中の主力のモデルでやっぱりここ主力なのでそうでやっぱり数がである程度数ある程度とかかなり出るそうで一応これあのモトローラ のあのモトラモビリティの日本法人の、はいえー、社長さんがです、ね、ダニー・アダモ・ォーロスさんというオーストラリアの方なんですけども非常に親日家の方で、はいまあ、時々会ってはいろいろお話を伺ったりするんですが、はい、あのその方がおっしゃっていたんですけども、うん、非常に売れ行きが実は全世界でこの G シリーズは毎回いいと。 で実は累計で G シリーズはもうすでに8400万台も出て、うん、単一機種で出てるそうですの単シリーズでいいかな、うん、でなんとブラジルでは 10分に1台売れるっていうのを記録したことがあるそうなのでこれはやっぱりだからまあどこのマーケットがでかいですかみたいなところになっちゃうんですけどもまあやっぱり南米でそれぐらいの日まあまあ人気があるっていうのはやっぱ強みなのかなっていう感じで,でまあ今回はユーザーのニーズも結構広がってきているのでじゃあそれぞれに合わせて電池持ちがいい人とまあ標準的なスペックがいい人といやちょっと上のスペックがよくてカメラがいいやつがいいですみたいな感じで3つ分けてきたということだそうです。これでまた全世界のユーザーニーズに合わせての3機種ってことすいいんですね。 ね、もちろんそうです、はい、それはもうグローバルモデルなんで<ー>まあこちらが元 G7 プラスということで、まあ、ボディをちょっとお話ししますと、まあ、この中、まあ、後ろからはねこの辺こういうとこ見てたらと分かるかな、まあ、これは赤で非常に綺麗なんですけども<ー>まあこんな感じの、まあ、背中の真ん中のところにモトローラの M マークがあり、はい、その上にまあデュアルカメラがありますという形で、はい、実はこれ、まあ、当然こんな綺麗なんで、はい、実はパッケージにですねこんな。 カバーがついてます。ついてくるんですね。つけてると、どんな感じか、まあ、こんこんな感じになります。また、ちょっと違う感なりますね。いいじゃないですか。まあ、クリアのカバーだと、こんな感じになりますということで。指紋も気になるんで、指紋も気になるんで、指紋も非常に、まあ、指紋普通にピッてきますんで。まあ、こんな感じで、使えるものもありますということで。まあ、背面に指紋ンサー M マークのとこなんで、まあ、これは、まあ、まあ、ね、こう、目立つっていいのかなっいう。いい感じのとこだと思います。 で後上にあるこのカメラに関してですが、えー、と1600万画素と500万画素のデュアルカメラ、うん、で今回ね高額手ぶれ補正が載ってるんですけれども高、うんはい、学手ぶれ補正が実は動画にも効きます。ああ 子供が歩いてるのを追っかけてお父さんが撮りますとかいう時にもお母さんが撮りました時にもブレが抑えた撮影ができますというのがポイントなのと、はい、あとそのセンサー自体に関して言うとレンズは F1.7 の明るいレンズがついていて1.22マイクロメートルのイメージセンサーでだからまあ割とこう暗いところに強いと。で一応ちょっとこの先にちょっとですねこの別なもう一台の方で僕がいつものように写真を撮ったのを。はい お見せしておくといわゆるいつものまあ真っ暗なところでも非常に綺麗に取れますとこれあの中のお酒の色がめちゃめちゃ綺麗じゃないですかそうなんです割とね今回ね発色もすごく良くてすごいこれ結構バランスがいいなっていう感じですね、はい、後ろのねこのボトルとかのこう明かりが当たってるのも綺麗に取れてるし、はいはい 暗射も含めてすごいよく撮れてるんで、はい、暗いところも強くなってきたのかなっていう感じで、はい、これ結構ポ,、まあ、ポイント高いかなと思いました。で、まあ、あと実はなんか今回は AI の機能も搭載されてるので、はい、まあ構図をね、まあ、補正してくれたりとかデジタルズームやっぱりまあ、うん まあ、ズームはないんだけど、まあ、割とやっぱりカメラでこう撮ろうとするとこう,こう,こうやって皆さんこうズームするじゃないですかその時にやっぱりノイズがどうしても乗っちゃうんだけど<ー>これをなんとかノイズを抑えるようにデジタルズームを強化してると、はいはい、からインカメラインカメラはこ,れちょっとまあこの状態で見るとなんとなくいまひとつピンとこないんですが実はここに内蔵されていてこれいわゆるあのティアドロップ型になってます。うん、まあ雫型というか これ真ん中にあるのいいですよね。そうですね。見い,、はい。はい。はい、これが1200万画素の、えー、カメラで、移動車のオートフォーカスに対応してると、はいる。とレンズの方が f2.0 で1.25マイクロメートルのイメージセンサーが、うん、まあ、ガ、えー、ソピッチガットの、はいえー、センサーがついてると。いろいろ機能はあるんですけど、うん、あのー。 まあ割とカメラってまあまあなんだインカメはやっぱり基本的にあの皆さんまあ自撮りというかグループとショット撮ったりすると思うんですけども笑顔でシャッターを切るというのは実は各社結構やってるんですがちょっと面白かったのは全員が笑顔にならないとシャッターが下りない機能があるそうなのですでかこか全員笑顔だだら一人けれてるるやつがいと あのちょっとなかなかシャッター降りないみたいな、はい、まあこれはまあちょっと遊びでそういうの話も一人だけ向けれてみるのもそれはそれで面白いかなって思いますがいろいろ試していただければと思いますが、はい、インカメラもそんな感じでなってます、うん、それからディスプレイですねディスプレイは、えっと、まあさっきもお話したように非常に上から下まででかいサイズで6.2インチのフレッチデープラスの iPS 液晶が載ってます本体全面の中の大体82%ぐらいでディスプレイを占めているんで、まあ、これ今縦持ちですけれども、はい、横持ちにすると当然ね、うん、コンテンツ見たり するときには非常に画面が広く、うんはい、表示されますから、映像コンテンツが見る時とかあとゲームなんかのとには非常にまあ、うん、没入感があっていいかなと。例えばシックスから進化したのはそうそう、ね、この画面が一番大きいそうそうですね。すねはい。はい でえーまあ、ドルビーステレオのスピーカーも搭載ということで、うん、やっぱりエンターテインメントを楽しむ映像のコンテンツを楽しむのが最近はやっぱ流行りなので、はい、まあそこなのかなという感じがしました。バッテリーなんですけど、えー、3000mAh の大容量バッテリーが搭載されてますが今回はパッケージにですね、えー、27W ターボパワーという AC アダプターがついてますとこれこれ要するに従来の AC アダプターでて 15W だったん、はい、回は、うん 倍近いといとうべきかなちょっと強力なセダンのー負担がついてるんで、まあ、それを使えばより短時間で充電ができるますはい。なのでまあバッテリーが全、ま、く、ま、空になってしまってゆきちゃんが酔っ払って家へ帰ってきて充電しないまま寝ちゃってうん、うん、朝起きたらしまったああるあるそうそうそう電池ないと思その時には、ね、その時にはこの 27W ターボパワー急速充電を使って、はいえー、15分間ゆきちゃんがお化粧してる間にですね <laughs> 12時間分の使い、大体半分近くまで行くの34 0分ぐらいいくのかな、えーえー、充電できますでこれ最近に流行りなのはやっぱりね、うん、急速充電結構流行ってるんだけど、はい、ちゃんと。 中の設計を要するに、電流をコントロールできるように、ね、そうそう、そう、そう、ちゃんとしてないといけないので、はい、その辺はやっぱちゃんと考えられて作られてますから。まあ,あの安心して使っていただけるのかなということでころではい、はい、っていう形になってます。はい、で、それから元 g シリーズの特徴というか、うん、実は人気の秘密のうちの1つなんですが。はいはい 今回も SIM カードのソフト上のところにあるんですけどこう今ちょっとピンで出したんですが、はい、何だかダーンいうことでこれをですねいわゆるトトリプルソトと言いますすそうなんですよ2枚の SIM カードと、はい、マイクロ SD カードが、えー、ー一緒に刺さるという構造になってますでちなみにネットワークに国内のネットワークに関しては、うんえー、どこも AI ソフトバンク3社とも対応してると、うん、日本国内だったら自分の例えば何だろう IIJ さんの SIM、はい、入れといて、うん、でマイクロ SD を入れておくと。うん で例えば海外に行った時には現地の SIM カードを買ってこの2番目のところに入れて使うとパリに行ったらじゃあフランスの MVNO の SIM カードをここに入れるそうすると1枚目の方も一応例えば電話だけは受けるようにしてデータ通信は2枚目のほうだけで使うも,もちろん国内でも同じことができて例えばドコモを使っている人が1枚目にドコモの回線の,の目脇から使っている古い電話番号を自分で入れておくと。 でもデータ通信は安くしたいんでこっち側に2枚目のところにじゃあ IIJ さんのちょっと割安な SIM カードを入れておくとで切り替えて、まあ、こっちの1枚目の方は音声通話だけど。 あれ二枚目の方でデータそうで、ん、す。もちろんだから例えば一枚目はプライベートだけど二枚目は仕事用にしますみたいな使い方ができるとこれを要するに常に二枚使えるっていうのは結構大きいポイントなので、うん、大きい。これ<う>からデュアルシムなんですけどプラスメモリーカードがついてトリプルっていう言い方で,いいんですねそそ。そういうことです。そう,いうことですうでう、ね、これができる機種が実はそんなに多くないんですよ。ないのないの。ののだからまあ国内外ともに、うんえー、デュアルで、えーうん、まあ同時利用ができるというのは結構、はい、なおかつメモリーカードも 生かしておけるいいうのも大きいポイントのでントこれは是非ご活用いただきたいなっていうのと、はい、あとはそのモトローラの端末ではまあ毎回ご紹介してますけど、うん、この真ん中に M のマークの元アプリがございますんでこれをぜひ皆さん買った人はですねここを使いこなすのがポイントで,、はい、でこれはまあいろんなここにあの、まあ、今回からこういう感じで,ですねいろいろこういろんな説明がちょっとなんかだいぶグラフィカルになってですね、はい いろんな設定ができます、はい、ちょっと便利な機能がいくつかあって例えば、まあ、こんな感じで今これでやってるんだけど、えー、ってやるとあカ,メラカメラ起動したりとか、うんねまあ、要するに2回こうひねるわけですね。例えば、えー、お家ちへ帰って「鍵穴がない」って言ったら「うん、見へん」って言ったらこれでパッとやればで鍵開けて「はいおしまい」って言ったらもう一回って振ると消えると。 こういうい元アクションっていうのがありますんで、はい、これは是非使っていただいてあとまあ普通にこう例えば置いてある状態から持ち上げると画面がオンになったりとか、うんえー、例えば電話の歌詞うるさいなと思ったらパって裏返すとはい、はい、着信が消えるとかそういった機能あとねこれを是非覚えておいていただきたいのはあの、まあ、僕らが一番よく使うのかなあのこういう画面がじゃあこれちょっとスクリーンショットを撮っときたいなと思ったらこの状態でこう画面がスクロールする状態にしてから3本指で。うん この左側のところのこのボタンを押すと、はい、お本当だ何これすごい、うん、意外とねスクショはね使えますよ<で>かなり。 という形で使いますのでこれはぜひ上手に使っていただけるといいかなということでこんな機能もございますということで非常に内容充実ですねカメラも頑張ってるしいわゆる使い勝手の部分に関してもすごい頑張ってるので手堅い手堅くいろんな機能が載ってるので非常にしかもあのスノーアンドロイドとは言えないけどいわゆるイドのまあえ d のスタンダードをちゃんと踏襲してるのでバージョンアップもちゃんとやってますしセキュリティの アップデートもかなり頻繁にやってるのと、はい、実は今回はもう一つ一般の人にはあんまり関係ないんだけど最近あの Google のやってる Android の要するに会社の仕事用のスマホとして、うん、会社用のスマホとして使っていいですよっていうのを。 実はやっていて、はいアンドロイドエンタープライズレコメンデッドっていう格あの企画をやってるんですけど、はい、まあそれに一応対応してますんで会社用の端末として企業が採用するのにも一応適してお墨付きはグーグルさんから頂いてるといいじゃないですか。おすすめ付きはいうことでございますんで、まあ、いわゆるピュアアンドロイドの環境を非常にきれいにまあ継承しているモデルと。 ところでごえー、とまあ、G、今日はね G7 プラスをご紹介しましたけどこ,これあの税込みで4万1904円これ今元ノさんのオンラインショップで販売してますが今日の段階で残ってるかどうか分かんないですが実は元ノショップで今バッテリー付きでへ<ー>お前いバッテリー付きで売ってますんでそ,ん、はい、それを買うのもありかなと思いました。4万円台魅力的やっぱりちなみにもう一つ 下のスタンダードモデルでですすね元 G7 これは3万3260円だから大体8000円差ぐらいちゃんと明確に4万円台と3万円台になってるから素晴らしいで、えー、バッテリーの超でかいこの 5000mAh のバッテリーについたやつは税込みで2万7860円と。 いうことで、えー、G7 Plus の方が少しお安いすどうして？いやそれはだからその分スペックが抑えてあって、<laughs> <か>例えばディスプレイはえっと G7 と G7 Plus はフル HD プラスなんだけど、はいはい、えっと G7 Plus は HD プラスなので、うん、まあそこらへんがちょっとスペックが違っと、あと Wi-Fi が5ギガ。 対応していると2.4までしか対応していないとかそういう細かい部分のスペックが少し抑えられているので、まあ、その分お安くなっているとその代わりバッテリーは、ね、バッテリー5000でなおかつディスプレイの解像度が少し低いってことはめっちゃ持つわけですすね高解像度の方が電池,電池空発なので,、はい、でここの需要も絶対にあるの、ね、いや,やっぱりだからあのすごい例えば外回る人とか、ねはい、長時間使う人とかにとっては非常に便利だと思いますので。で えー、ありかなと。だいたい8000円ずつぐらいの違いで3機種並んでますということですね。はい。はい、そして機能チェックです。はい、えっ、ー、と Wi-Fi の簡易設定は WPS でえっ、ー、と PIN とパスと両方いけますね。うん、着信拒否、迷惑電話ブロック機能というのがありますし、はい、あともう一つはえっ、ー、と指定番号で、えー、特定の番号の拒否もできますと。連呼名もありません、はい、という形になってます。はい。はい、そしてズバリいいところ悪いところです。はい。 ズバリいいところ悪いところです。ではいいところからいきましょう。はい、さていいところです。じゃん、えー。カメラ頑張ってる。モトアクショントリプルスロット本当そう。はい。カメラはねまあ各社が競争激しいところなので、はい、まああれですけど、まあこの価格帯の中では、えー、<ー>結構頑張ってるところなのかなっていう感じはしました。はい。デュアルだし。でも4万3万2万。まあそう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 。全部デュアルだ。そうなんです。でですはい。 えーまあ、ポイントとしてはモートアクションはまあモトロタマスの端末の特徴なので、うん、まあこれはぜひ使ってる人は覚えていただきたいという感ころですがポイントなの,のはやっぱりトトリプルスロットかなとうん、うん、やっぱりあの僕のお知り合いの方でもトリ,トリプルスロットの端末って他にないのみたいな感じのことをよく相談を受けるんでいやそれはあのこういうのがありますよってんで毎回ご紹介をしてるんですけども、うん、割とニーズがあるんだなっていうのと。うん えまあマイクロシティ入れて国内の SIM カードを入れた状態でまあ海外旅行に行ったときに使える、うんうん、もちろんだから海外旅行に行ったときに 例えば自分が使っている普段使っている例えば何でしょうなんかまあギャラクシーでもいいし他の端末でもいいけどそこからシム抜いてここに入れてでこれはもう海外用として使えますみたいなで、2枚目のところに現地のシムカード入れるみたいな感じの使い方をする人もいるのでだからそういう意味でも非常にまあメリットがある端末なのかなという気がしました。いい。いいいい。すすうん、選択だとと思いますね。はいそして悪いところです で悪いところあんのかな、じゃん,、うん。まあ気になるところだね。はい、えー、差がわかりにくい。うん、で、G7 のホワイトを G7 プラスにも。<laughs> あ,あ、これ希望、うんうん、そしてカメラの U. I. に悩む。まあ、差に関しては、まあ、ぶっちゃけて言うとですね、G. 7ブンプラスと G. 7の差が。<laughs> そういうことか。そう、はい、プラスえっと、厚さが0.7ミリが違うのと、もうん、カメラを並べるとわかるけど、背面わかんないわみたいなとこあって。はい、もうちょっと見分けついてもよかったかな。今日は若干したのが。はい でホワイトは意外にもとろろの球種でこういうホワイトってなかったので他の他社も見てもそんなに多くないので、うん、結構新鮮で、はい、まあこれはどっちかというと僕よりもゆきちゃん的にこれはこの色をちょっとこう周りにも増やしてほしいかなっていう感じでぜひ 最上位のプラ,上<品>プラスにもぜひ入れてほしいと、はい、でカメラの UI はちょっとやっぱりその悪くはないんだけども、はい、これ例えば今この状態今カメラ起動してますけど左側にこのドットのアイコンがね<ら>こうなんかあれでしょでこれを選んでそうするとここに、まあ、こ,れこれは分かりやすいんですよこれ、うん、ポートレートとかカットアウトとかいろいろ出てくるんですけどそこで「ポートレート」ってやりましたと。 そうするとこのポートレートモードはこんなんですって説明できてこれもわかるんですけどこのなの分かるほら、うん、ここにほらポートレートのアイコンが出てくるわけですよ、うん、でもこれも普通のアイコンもあるわけですよ、うん、でこれでまた今度これを例えばパノラマとかを選ぶと今度ここにパノラマが来ちゃうんですよ要するにここのアイコンの並びがカメラのアイコンとこの カメラのメニューのアイコンとの間に必ず何か1個毎回出てくるものが変わっちゃうのでこれが最初分かるまでちょっとみんな悩むのかなというのがあってちょっと気になりましたただまあ比較的ちゃんと日本語でも表記をしてるしえっと画面の先みたいなガイダンスも出るので分かりやすい方だとは思うんだけれども。 ちょっと最初あれあれさっきでてたポートレートあどこ行っちゃったどこ行っちゃったあもう一回起動するのかみたいな感じになるのでうん、うん、ちょっとそこがなんか整理がついてない感じは若干残るので、まあ、それぐらいかなと、まあ、悪いところというよりは気になるところを使っていく上でちょっと覚えておいたコツの部分なのかなというところだと思いますね、うんうんはい、この赤なんてまたブラジルで今度8分に1台とか売れちゃうんじゃないもうんとそうですの ちょっと抑えめの色にこういうインディゴみたいなこう抑えめの色のモデルだけじゃなくてこういう華やかな色も出してきたのは良かったかなとという感じでございます、ねまああの家電量販店さんとかえとでもデモ機が出てると思いますし m v a の各社さんも取り扱ってますのでぜひ一度店頭で触ってみてえカメラを試していただいてプラスにするかセブンにするか悩みどころです。はいはいはい 一番のポイントですかね。ね、ぜひ皆さんも店頭で <laughs> 悩んでみてください。はい。はい。h o ー to 携帯です。えー、さて私普段ギャラクシーですが、はい、以前アイポッドというものを持ってました。持ってましたね。みんなも持ってましたよ。はい、なんかかっこいいしね。あれに音楽っ、ねまあお。まあをまあはいはいはい。はい、<laughs> でアイポッドには以前 iPhone みたいな iPod Touch っていう機種もありましたよねありましたねあそこ行きました iPod Touch はタッチはだから最初の時に iPhone が出る直前日本に出る前の時に iPod Touch 買って使って試してましたねその iPod Touch 今はどうなってるか10年後になってはいはいそこ行きたいと思います iPod Touch はまあオーディオプレイヤーをまあ音楽再生プレイヤーの iPod ちょっとごついやつやの ククリックホイールとたーまあ,あれから派生する形で生まれたモデルで初代モデルが2007年に出たんですけども当時はあのハードディスク内蔵の iPod クラシックっていうのがまあ要するに普通の iPod ですねの最後のモデルだと思イポ iPod クラシックとかも同時に発表されていたような時期でまあちょうどその頃代替わりで従来型のハードディスクを搭載した iPod から iPhone ライクなまあアプリとか えーまあ、ゲームなんかも楽しめる、まあ、動画も楽しめる iPod ってちょうど変わるタイミングだったメディアプレーヤーになった、はい、という感じなんですけど、まあ、iPhone から、えーまあ、データ通信モバイルデータ通信、うん、いわゆる携帯電話の機能を抜いて通信は w i f i と w i f i のみと、うん、Bluetooth も使いますけども w i f i のみで使って。 えー、メディアプレイヤーと、まあ、アプリを楽しむためのデバイスということで iPodTouch が出ましたということなんですが、はい、なんでそういう話になったかというとここにあるのがその、えー、まさに最新機種なんですけども <laughs>、えーまあ、iPodTouch 第7世代つい最近出ましたということでこれ実は前のモデルは2016年なので、うん、15年かな15年の第6世代かな。なんで ええー、まあだいたい四年ぶりくらい、基本的にこんな感じになってますということで、はい、すごい。に、えー、なってますということで、四年ぶりにまあ新機種が出ましたとで、えー。でこれはこれまでも売ってて、四年ぶりにモデルチェンジっていうことでいいんですか？ということです。日本って実は世界でまあもう、まあ、これは孫さんのおかげだって話もあるんですが、つい最近まで。うんうん 世界でトップクラスのが安く買えるまあ今後はねだから総務省がダメって言ったんでもう販売奨励金とかあんまり使わないんで安くは買えないですけどもしかも中古も皆さんまあ画面バキバキの人もたくさんいるんだけどきれいに使ってる人もいるのでそうすると iPhone の中古が結構質のいいのが結構日本は中古屋さんねあのイオシスとかジャンパラとか行くとたくさん売ってるんで。 それを買ってだからまあまあそんなにこうアップルとしてもなんか i p o d t o u c アップタ Touch っていうような売り方はしてなかったけどもちゃんと存在はしました。ではんかあえてモデルチェンジをしなくてもよかったんじゃないか説はないんですか<笑><笑>まあそういう説も多分にあるんですがただまあ一定の需要がやっぱりあるのと通信がそのまあ w i f i とか Bluetooth だけに限られてるんでそれも実はいいところがあって。 で何かっつと要するに中学生とか高校生とかが持つような時にうちの子が電話にしてなんかして持たせるのはそれはよくないわっていうような判断でいやもう,もう音楽聴たいとこれにしなさいよとかアプリはこれにしなさいよみたいな感じしたりとかあと大人が例えばスマホ1台持ってんだけど多分 i アイフォンも iPhone の場合はないか Android1 台持ってんだけどあるいは T チャーホンを折りたたみ持ってんだけどそれ以外になんかオーディオプレイヤーもできるしゲームもできるやつ欲しいなっていうんでじゃあこれみたいな 感じの使い方をしているケースもあるので、だから。まあ潜在的にそのスマホじゃないところにもうまく。まあアプローチはできているんで、そっかまそこはまあ一定数いかなという感じです。あ、なんか使い方が分かってきた気がする。はいで、これ従来モデルとはどうなんですか？今回は第6世代と比べてまあ劇的に変わったかっつと。はい、実は基本的なコンセプト同じなんですけども。割と今の iphone。 今まあ、直近というか、まあ、最近のというか最近の iPhone にわりと近くなってる何が違うか、うんはい、実は結構大きいのは CPU が違う要するに今の、えっと、iPhone って、はい、結構 CPU がどんどん新しくなってきてゃな、はいう、ね、AI と,さ、はい、とか、はい、いろいろやってるんじゃないですか、はい、なので、まあ、従来の iPod ッチではできなかったことがたくさんあるんだけど今回いろいろできるようになってると<ー>ちょっとあのもうこれすでに i p a d パッドとかの時にちょっと向きがあれなんですけども要するに何をしてるかというとこれ AR、はいえー、いわゆるオーギュメントリアリティ要するに拡張現実といって、まあ、ここの中に仮想的に今なんかがこれ今ドローン飛ばしてますけど、はい、ドローンがいるようなことができるこれはあのアプリでやってるんですけども、まあ、他にもいろんなその AR のアプリがありますんで、えー、まあそういうのを使って できるやでこれいうのって実は従来要するにまあ昔の iPod タッチはできないんで、うん、要するに今の iPhone と同じぐらいの、うん、まあ最近の iPhone と同じぐらいの性能の、まあ、A10 フュージョンチップというのが搭載されてるんで。 まあかななり処理性能あってこんなこんともでき iPhone だと今も当たり前なんですけどもそれはまあ,まあ iPod たちもできますしあとまあ容量が実は結構でかくなってまあ下は32からなんですけどその次は128で 256GB のモデルもありました。うん 出ます iPod、ね、で2ゴロってさみたいなね実はハードディスクの時の iPod は確か160が最後で僕はちょっと実はあの音楽データをたくさん持ってるんで、はい、一時期 iPod の大有料化をしたいっていうんで分解してですね中にあのちっちゃいハードディスク入れて240ギガの iPod ってを自分で作ったんですけど、はい、それも超えちゃいましたみたいな。 かなりでかくなったんでまあ iPhone もね5 1人とかあるんでまああれなんですけどもですかそうですねと思いますで iPhone でいうとだからいつぐらいの世代になるえっと A10 フュージョンチップを搭載してたのは iPhone7 なのででもほんとに CPU 新しくなったおかげで例えば今までの iPodTouch ではできなかったような例えばグループフェスタイムができたりとか今の AR のアプリが使えたりとか あと実は地味にいいの iPhone はやめちゃったんだけど実はあのイヤホンジャック3.5のイヤホンジャックがちゃんと残ってたりとかするしあと意外これ、まあ、表には出ないんですけども、うん、実は中に入ってるメモリー、うん、要するに、まあ、パソコンで言うとラム出しさな、はい、ラムが実はこれこのモデルから2ギガになってる従来1ギガだったんですこれからの世代もまだ iPod タッチはやりますよという位置づけのモデルだからこれ以前のモデルともう劇的に 将来的に対応が変だから別に第7世代以降しか使えませんみたいな時代がきっと来るので、うん、乗り換える計画がある人は乗り換えちゃった方がいいのかなっていう感じでございますと。音楽はでも最近ねななんかストレージに入れてってるストリーミングの人が増えてきてるのでちょっと一概に言えないですけど、うん、まあ音楽と、まあ、あとはまあ映像コンテンツ楽しいんだりとかあ,<ー>あと意外にねゲームって,話して。うん l t でゲームとかするとまあ化け代が大変だみたいな話だけど w i f i なんでまあとにかくお家かそういう場所が切られた場所でしかできないよねっていうんでそこは一つあるのかなというんで結構ゲームで使い回したいから子供が買うみたいなお子さんがね中学生高校生が買うというケースは結構あるみたいなんでなるほどカメラもいすよもちろんやっぱりそうでねカメラ基本的に同じ同等の機能が載ってますのでこれも大丈夫ですと気になるのも価格ですさらに。っの容量で いうとこれ税別ですけども、えっと、32ギガで2万1,800円、うんえー、128八が3万2,800円、うん、で、えー、256六が一番大きいやつが4万3,800円なんで<ー>一番上のモデルまで行くんだとうんまあちょっとだったらまあ場合によっては回線あってもいいから iPhone でもいいかって気がするんだけどまあさっき言ったように、はい、例えば中学生とか小学生とかじゃあなんかオーディオプレイヤーで使いたいですとかなんかアプリ作ってみたいですと。 どうなのっていうとまあじゃあっていうことなのでぜひ、うん、あのそういう意味でとお子さんに持たせるのに、はい、ちょっとスマホはなっていう時にじゃあこれでっていうのもありだと思うしうまあ用途を限られた、えーはい、上手に使う方法論としてはこれは。うん ありだと思いますすす、はい、やっぱ中学生生高校生におすすめそうですね、はい、まあ親御さんがもうスマホダメみたいなケースはたくさんあるので、うん、まあそういう時にはいいのかなっていうのと、はい、まあ,あとさっき言ったようにアンドロイドフィーチャーを持ってる人がじゃあ音楽プレイヤーにこれ持ちますっていうのも全然ありだと思いますんで、うん、この時期にこれを出してきたっていうことは割とアップルとしてはまだこれからも iPod タッチはやりますよってもう本当だったらこの6で終わっててもよかったぐらいなんだけど、うん、まあこの前の iPadmini もそうなんですけど、うん、まあやっぱり続けてやるんだみたいな感じなのでな位置づけはちょっと人にはまる人とは,はまらない人はあると思いますけど、うん、非常に面白いあの商品ではあるので、はい、これもまあ一つの選択肢として まあぜひプラスアルファでもいいと思いますけれどもでもなんかこんなに進化してることに私めっちゃ感動、はい、なんか32ギガで2万円だったらちょっとなんかプレゼントとかいいなってなんかスマホは渡せないじゃないですかそうですだけどこれならプレゼントに渡せるかなっていうなんかありますよねそうなんです,んですめっちゃ良かったです、はい、ということでお父さんお母さんも含めてちょっとご検討いただければかっこい,い,いいのかなということでえちょっと iPodTouch の話をお届けしましたありがとうございました、はい ええ、元地セブンプラスお届けしました。はい、そして三機種もお届けしましたが。はい、<れ>非常にバランスのいい端末だと思いますし。うんはい、お値段が非常にお手頃。なので、すごいですあの税込みで4万円ぐらいで買えるっていう意味で言うと。はいはい 元 G7 プラスと iPodTouch の256は iPodTouch の256の多件だっていうのはちょっとそう考えるとどっちなのかって言われるとちょっといろいろ悩んじゃうところはあるんですがう、まあ、あの非常にオペアアンドロイドを搭載で非常にこうバージョンアップとかも含めて安心して使える一体だと思いますんであので個人的には僕この,の G7 プラスのこの赤は大変気に入ったんで、ねはい、一押しなんですがでもきっとゆきちゃんは。そうう私はもうね7 G7 のホワイト。だって3万円でこの白だよみたいな、うん、いいじゃないですか。ですしかもやっぱり私6使ってみて思うんですけど、うん、本当に使いやすいです。そう、あクセがないっていう,うところなんですよね。はい、だからそこは割とこう他の機種から来てもすんなり入っていけるのと、あとこのこういうあのカメラすぐ起動できますとか なんだっけ、コンコンと振ったらライトつきますとかこういうネタは非常に便利なのでぜひ活用していただけるといいのかなと思いますが先生、プラスですかね、やっぱすね。非常にいいモデルなのでぜひの家電量販とかで店頭デ向きもあるはずなのでぜひ皆さんも触っていただいて検討いただけるといいのかな特に出張族の人に海外出張の人には僕、おすすめしたいな。ームフリの本当今すごいいらかぜひ はい、ぜひ皆さんもちょっと試してみてください。はいはい